君は知っているか、かつて地上には強力な力を持つ3つの種族トライブがいたことを、そして彼らが繁栄の後にこの世から絶滅してしまったことを。数々の謎を残し滅び去ったトライブの力が長い時を経て今よみがえる。旧世のロックマン2、ベルセルク忍び、ベルセルクダイナソー。 FM 星人の侵略から2ヶ月後、スバルはルナ、ゴンタ、キザマロらと共に TK シティに向かっていた。 TK シティは最新の技術が集結した街。そこでは新型電波端末スターキャリアからデータを物質化することができる最新の技術マテリアルウェーブが実用化されていた。 TK シティで映画を楽しむスバルたちの前に突如現れる謎の男。電波ウイルスと共に現れた男はいきなり人々を襲い始める。そして新たな物語が始まる。かつて繁栄しながらも滅びてしまった三種のトライブ。しかしロックマンは古の遺産オーパーツに秘められた強力な力によって種の力を再生することができる。それが新変身システムトライブオン。電気属性を持つサンダーベルセルク。トライブオンベルセルク。稲妻を帯びた体験が最大の武器。その破壊力は計り知れない。火属性を持つグリーン忍び。ドライブオン忍び。風と共に颯爽と現れ超スピードで敵を翻弄。手に持った巨大手裏剣で敵に立ち向かう。フーマ疾風陣。炎属性を持つファイヤーダイナソー。ドライブオンダイナソー。火柱の中から現れ熱い拳で敵を粉砕しろ。ジェノサイドブレイザー。さらにトライブオン同士が融合するダブルトライブ。サンダーベルセルクとグリーン忍びが融合。ベルセルク忍び。ファイヤーダイナソーとサンダーベルセルクが融合。ダイナソーベルセルク。グリーン忍びとファイヤーダイナソーが融合。忍びダイナソー。ダブルトライブした両方の能力を使うことができる。トライブが秘めた壮絶なパワーとは。ブラザーバンドシステムは友達プレイヤーやゲーム内のキャラクターとブラザー契約を結び、お互いの能力をアップさせることができるシステム。今回から新たにブラザー同士の絆の強さを数値化した絆力が誕生。絆力を増やしてアビリティウェーブを装備すればロックマンをどんどん強くできるぞ。ブラザーが多ければ多いほどロックマンはパワーアップ。流星のロックマン2ではそれぞれどちらかを選んでプレイする。選ばなかった方のバージョンはオートブラザーとして自分のブラザーにすることができる。バージョンの違う友達とブラザーになることで三種族を融合。究極変身トライブキング。トライブキング。その脅威の攻撃は君の目で確かめろ。次々とロックマンに襲いかかる魔の手。彼らの正体は一体。ロックマンの前に現れる孤高の戦士ブライ。常に一人で生きてきた謎の戦士。彼の目的は。トライブの力を解き放て。流星のロックマン2、ベルセルク忍び、ベルセルクダイナソー。トライブの力が今ここによみがえる。先着得点決定。ロックマンをパワーアップできるトライブアタックカードがついてくる。スターキャリアでロックマンをパワーアップ。タッチコマンドシステムで DS と連動。